今日はカバンだけ。まあまあカバンの中全部準備しておいたから、カバンしょっていっか。これからはシュウも自分で準備しないとね。もう小学生だもんね。ゆらるぷ、せーの、こんにちは。ハロー、シング。今日はホワイトデーなのでクッキーを作りながら、シオンが小学校に入学したので韓国の小学校についてお話できたらなと思います。シオン、どう？小学校楽しい？うん、うん、キンズロ？キンズロ？ママ、これはどうして金魚できたの？ママがしたから。どうしてる？力いっぱいあるから。あ、僕もできそう、それは。シオンが小学校に入学して、私も初めて韓国の小学校の制度っていうかシステムについて知ることになって、今までこう周りのお友達とかでもシオンより年上の子がいるお友達がいなかったので、もう本当情報が全然なかったんですね。で、今回実際シオンが入学してからいろいろと知ることになって、日本の小学校とまたちょっと違うので、今日はその情報をシェアできたらなと思います。まずは入学式なんですけど、ユーラの幼稚園の入園式はなかったんですね。小学校の入学式は一応あったんですけど、もう日本の入学式みたいなものを想像してっていたら、多分もう本当にびっくりするぐらい簡易的で、まず服装がみんな私服、もうなんか清掃してる人なんていません。もう上手にできた。ここ行って、ここできたやつは。で、シオンの小学校の場合は入学式を教室でやっていました。なのでもう入学式っていうよりも、なんだろう、なんかただの会みたいな、会でもない。内容としては先生がお話をしてくれて、で出席を取って、で国歌を歌ってたね。で学校の校歌を披露されて、で最後に写真撮影タイムって言って、黒板のところに入学おめでとうございますみたいなのが貼ってあって、そこでそれぞれ写真を撮って解散って感じでした。で各クラスごとにやって、なんかこう私が小学校時代の記憶だと在校生からの歌とかなんかそういうのがあった気がしたんですけど、旦那にそういうのないのって聞いたら、あるわけないじゃんって言ってました。なんか日本だと学校の前にこう入学式っていう看板みたいなのがあって、そこでスーツ着たりして子供もなんかおめかしして一緒に写真撮ったりすると思うんですけど、韓国は一切そういうのがなくって、すごい簡単な感じでしたね。それから韓国はランドセルがありません。多分ランドセルって日本だけだと思うんですけど、韓国はあ、ちょっとこれもうちょっといいよ。たまにランドセル背負ってる子もいるんですけど、まあ基本何でもいいと思うんですね。リュックを背負っていて、でシオンも入学するにあたって新しくカバンを買いました。
シュの釜見せてあげようか。これです。シュはこれニューバランスで買ったんですけど、結構そういうスポーツショップからのもう小学校のカバンがたくさん出ていて、そういうのを使ってる子が多いかなっていう印象です。で、ランドセルってすっごい高いけど、韓国はランドセルも買わないから安くつくなって思ってたんですけど、このなんか小学校用のカバンがこの時期になるともういっぱいデパートとかに持ってるんですけど、結構いいお値段で、これも12,000円くらいだったんですよ。まあなんか思ってたよりすごい高くて、しかも日本のランドセルは6年間使うと思うんですけど、韓国の子は6年間使ったりしないそうなんですね。なんか高学年になったら趣味も変わるから買い替えるよとかってお店の人とかにも言われて、この値段を何年か単位で買い替えられたら結構いい値段するな。ちょっとびっくりしました。で、ここに日本の1年生も多分こういうのつけてると思うんですけど、安全用の、うん、これしたら白電で人、日本の人たちが知るんだって、うん、そうそうそう、1年生はみんなこれをつけてますね。韓国は1年生になったら結構携帯を与えてる親御さんも多いみたいなんですけど、シュンの場合はまだ携帯を買っていなくて、でそうするとやっぱ登下校ちゃんと学校に着いたのかなとか心配じゃないですか。でそう思ってたら学校からですね、こんなカードをもらいまして、これ登録アプリで登録するとシオンが学校の門をくぐった時にママの携帯にピコンと来て、シオンが学校に到着しました、シオンが学校を下校しましたっていうのを教えてくれるんですね。ママ何下校が何？下校？作業？作業が何？シオンが学校からお家に帰りましたよって教えてくれる。これすごくいいなって思いました。携帯がなくても、まあ道中はわからないんですけど、一応学校から出たんだな、ママ着いたんだなって安心できる。ママ、どうやってしたらそうなるの？シュンがただ学校に着いたら教えてくれる。すごいよね。そうなのに、学校に着いたらお話ししてる？お話ししない。ただポコンってママの携帯にシュンが学校に着いたよって教えてくれる。登校班とかがないので、本来だったらまあ一人で学校行き来するんだと思うんですけど、やっぱりまだ1年生っていうことで心配なので、最初の方は私も一緒について行ってたんですけど、アパートの同じ小学校に通うママたちと話し合って、子どもたちを一緒に行かせようって言って、だからシン朝さ、ノリトでお友達と待ち合わせして一緒に行ってるんだよね。1年生5人のグループをママたちで作って、公園で待ち合わせをして、そこからアパートの公園から小学校まで一緒にゾロゾロと行ってもらっていて、もうママはついてってないんですね。最初1週間ぐらいはついてってたんですけど、2週目ぐらいからもう子供たちで行かせてみようって、5人の友達と一緒に行ってるので、やっぱ一人で行かせるよりはママとしては安心ですね。お友達と今日なんかお話ししながら行った？うん。あとは時間割なんですけど、日本の小学校は多分1時間が45分間だと思うんですけど、韓国の小学校は1時間が40分みたいです。で、朝の9時から始まって、1時間目、2時間目、それから3時間目、三拍子したらシオンご飯食べるの？うん、そうだよ。
なんでそんな早いのって最初はびっくりしたんですけど、日本って教室でご飯食べるじゃないですか。でも韓国って食堂で食べるんですね。なので全校生徒が食堂に一気に入らないので、1年生から順番に食堂に入るそうなんですよ。なので順番的に1年生が一番最初に食べなきゃいけないので。2年生もあったよ。あ、一緒に食べるの。1、2年生が一緒なんだ。で次3、4年生、5、6年生っていう感じで食べてるみたいです。でご飯を食べた後に4時間目をして、12時50分に授業が終わるんですけど、それで帰ってきます。一応月曜日と金曜日だけは4時間で終わって、火水木が5時間目まであります。で5時間目は12時50分から1時半までですね、うん、それをした後は下校っていう感じになるんですけど、韓国ではパンカフ授業って言って、放課後に授業を追加することができます。でパンカフって幼稚園でもあるんですけど、まあ選択授業みたいな感じですね。自分がやりたい授業を追加することもできるし、しなくてもいいしっていう感じで、これは学校とはもう別の外部委託らしいんですよ。で、シオンの学校にもいろんなパンガフの授業があって、シオンが今してるのは数学と科学ですね。数学が月火水木の4日間で、科学が金曜日にあるので、一応毎日パンガフの授業を聞いて帰ってきています。でパンガフの授業は別途料金を払わないといけないんですけど、まあ、塾に通うよりも格安で、で結構週に4回とか見てくれるので、うん、塾に通わせるよりかは学校でそのまま授業を受けられるし、まあ、安いし、すごくありがたい制度だなと思いました。でシオンは数学とか科学とかそういった勉強系を取ったんですけど、ダンスだったり料理だったり音楽だったりそういったものもあります。ママ、音楽主音系もあるよ。うん、で他にも英語だったり漢字とか、あとはソロバみたいなものもありました。パンガフはしてもいいししなくてもいいので、もう本当に1個もやってないよって子もいれば、1日2個とか3個取ってる人もいるみたいです。で塩の場合はまあ初めてなので、1日に1回で、まあ、数学は週に4回と科学は週に1回っていうもので、まあ、試しにやってみようかなっていう感じで始めたんですけど、数学がちょっと大変なんだよね、うん、韓国の小学校の前には授業が終わった後、黄色のバスがずらーっと並んでいて、それがハゴンバスなんですけど、学校が終わったらお家に帰らないで、学校から直接塾に、塾のバスが迎えに来てくれて乗せてってくれるんですね。で塾が終わったらまたバスに乗ってお家まで帰ってくるっていうのが結構一般的で、シオも小学校入学と同時にサッカーを習い始めたんですけど、学校が終わったら自分で時間を見て塾のバスに乗って、そのサッカーのバスに乗ってサッカー教室に行って、1時間サッカーをしたらまたバスに乗ってお家に帰ってくるっていうのを今練習中で、どうしても学校が終わってから、学校が終わった20分後ぐらいにバスが来るんですけど、その時間、まあ、見て、お、上手にできたじゃん。その時間に合わせてバスがいる学校前で待っていてっていうのがまだ難しくって、なのでママが授業が終わった時間に学校まで行って、でバスに乗るまでをこう、一緒に今練習中っていう感じです。
サッカー楽しいんだよね。で学校の連絡はこの発表チョンイっていうアプリでお知らせが来る感じです。でたまに紙の手紙も来るんですけど、基本的にはこのアプリで時間割だったり、あとはまあ持ち物だったりお知らせだったり、あとは今日はもうすぐ面談があるそうなんですけど、面談の希望の日にちをこうアプリで登録したりして、そういったところはやっぱすごく便利だなと思います。でも日本の幼稚園に行ってた時も結構アプリがでいろんなことをしてたので、もう最近は日本韓国問わずこういうのが多くなってきてるんだなって思いました。まだ学校が始まって2週間しか経ってないので、まあ潮もまだ慣れてないですし、特に学校の授業は学校の授業ゴムしないで下の階の人嫌だよ。これで撮ったでしょ。これで撮ったのに上手にできなかった。じゃあママは撮ってあげるから、潮も肩作って。今まで幼稚園でたくさん遊んでたのが、いきなりずっと一日中、まあ、机に座って何かをするっていうことになかなか慣れないみたいで大変だとは思うんですけど、まあ、徐々に慣れてってくれたらいいなと思います。結構人見知りもするので、幼稚園の時の仲良しの友達とクラスが離れてしまったので、そういったところもちょっと心配なんですけど。あ、見て、お、上手にできたじゃん。が楽しく小学校生活を送ってくれるようになったらいいなと思っています。でママも慣れないことばかりで、心配は尽きないんですけど、春学校頑張ろうね。ということで、今日はシオの小学校についてお話ししました。じゃあシオ、せーの、バイバーイ。